今日の一問一答ですね。福祉サービス分野、介護老人福祉施設という単元になります。介護老人福祉施設について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。感染症や食中毒の予防まん延防止のため、その対策を検討する委員会を、概ね3ヶ月に1回以上開催するとともに、指針を作成しなければならない。感染症や食中毒の予防まん延防止のため、 その対策を検討する委員会をおおむね3ヶ月に1回以上開催するとともに指針を作成しなければならないというふうにありますが、これはその通りで丸ですね。感染症対策委員会と言われるものを3ヶ月に1回以上開催しなくてはならないという決まりがあります。これは介護老人福祉施設だけではありません。 老犬や療養型といった介護犬施設に共通して設けられている規定になりますので、まあ、その点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。で、これは開催するだけじゃなくて、指針を作成し、また研修を行うといったこともですね、義務付けられていますから、まあ、そこも合わせて押さえておくといいですね。で、3ヶ月つながりで言いますと、この特養というのは、 まあ入所している利用者さんというのが病院なんかに入院した場合、その退院見込みが3ヶ月以内ということであれば、まあそこはそのまま残しておくと、その利用者さんというのがスムーズに再入所できるように準備しておく必要があると、まあこういうような決まりというのもあるわけですね。まあですので別の人を入所で受け入れたりしてはいけないということですね。3ヶ月以内であればということですね。 まただし、ずっと空きベッドのまま置いておかなきゃいけないかといったら、そういうわけでもないんですね。まあそういったところを、まあ空床利用型のショートステイ、短期入所生活介護ですね。といった形で受け入れるのは OK ということになっておりますので、まあそういうような形で対応しているというのが、まあ実際ですね。ということで、そこも合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。では、介護老人福祉施設について問うている今日の問題ですが、 感染症や食中毒の予防、蔓、ま、延防止のため、その対策を検討する委員会を、おおむね3ヶ月に1回以上開催するとともに、指針を作成しなければならないとありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。